島根県増田市、駅前町にある西日本旅客鉄道の駅である。山陰本線を所属線としており、当駅を終点とする山口線を加えた2路線が乗り入れている。山陰本線の当駅伊藤は米子市社が管理し、山陰本線の戸田小浜伊勢と山口線、本間外南は広島市社が管理する。当駅は両支社の境界駅であるため、 当駅の山陰本線上り場内信号機が長戸鉄道部との山口線を降り場内信号機が山口地域鉄道部との管轄境界である。そのため、山陰本線、山口線を直通する特急、スーパー沖を除き、全列車が当駅を始発、終着する。2005年3月1日に磯風が廃止され、スーパー沖は当駅から山口線に入るため、 現在は当駅畑西駅間では定期の優等列車が一本も運転されていない。事務官コードは64万772を使用している。二面三線のホームを持つ地上駅。駅本屋側に短式ホームの一番乗り場があり、島式ホームの二番三番乗り場は湖泉橋を渡ったところにある。また、三番乗り場の外側には留置線があり。 夜間大泊も行われている。二階建ての駅舎は1961年に改築されたものである。浜田鉄道部管理の直営駅で緑の券売機プラスが設置されている。駅係員退応時間帯は列車別改札となり、同時間外のワンマン列車における運賃生産方法は無人駅に準じる。駅構内には楽器店が入居している。 ホーム3線とも山口線を含めた3方向への発車に対応している。1番乗り場が山陰線下り本線、2番乗り場が山口線本線、3番乗り場が山陰線上り本線であるが、スーパー沖以外の列車は全て当たり駅始終儀のため、方向別の発着番線ではない。なお、特急列車については、新山口方面。 出雲市方面ともすべて一番乗り場に停車する。また、一番乗り場は、戸田オバ浜方からの入線に対応していない。このほか、三番乗り場の横に、ホームのない対比線があり、山陰本線両方向の出入りに対応しているが、山口線には出入りできない。かつては、駅前食堂のあちの吐き宿券が調整した弁当が、発売されていたが、1990年代に撤退している。 その後は、駅前の店舗で立ち食いそば屋を経営しながら、カニ寿司などを販売していたが、駅前の再開発のため2005年に廃業している。1日平均の乗車人員は475人で、ある。2004年度は911人、1994年度は1261人、1984年度は1421人だった。近年の日平均乗車人員は、 以下の通りである。マスダ駅前ビルエアが高津川とマスダ川に挟まれた場所に位置する。昔からのマスダ市街地は駅の東側になる。駅舎は東西に走る線路の南側に設けられており、市役所や文化施設、商業施設等はこちら側に集中する。駅前には再開発ビルであるマスダ駅前ビルエアがが立つ。駅前から南に、 県道マスダ停車場線が伸び、100メートル先で、県道マスダ停車場線と、県道マスダ隅川線に分かれる。一方で、駅北側は、約300メートル北側を、国道191号が平行し、線路の北側には、駅前広場になりうる有給地が存在するが、整備はされていない。駅の南北を結ぶ同線は、駅から約300メートル東の県道マスダ。 吉田線のアンダーパスと駅から約500メートル西の国道9号の高架橋しかなく、市では南北自由通路の整備を行う計画がある。一般路線バスリムジンバス高速バス山陰本線、出雲市方面と山口線をまたがる特急、スーパー沖はすべて停車する。また、山陰本線に出雲市方面へ向かう快速、アクアライナーと特急、スーパー松風は当駅が、 始発駅となる。特急、快速列車の隣の停車駅については、それぞれの記事を参照。西日本旅客鉄道 D3 本線岩三津田駅、松田駅と田小浜駅山口線本間高駅、松田駅。ありがとうございます。